どうもこんばんは。こんばんは。いいねをたくさんいただきましたので、大谷さんのルーキーカード紹介第2弾。いいね。こちらはですね、大谷さんの直筆が初めて封入されたアイコンズです。キュー。このアイコンズもこれが第1弾。すごい、初同士。うん、まだ続いとるけんな、このアイコンズ。すごい。2013年3月28日に発売されました。こちらは未開封です。今日は開けません。いつ開けるか。今じゃないでしょ。怖。悩むとこじゃ な名残惜しいというか、なんていうか、開けるか売るか持っとくかな。持っときたいところではある。うん。それでは開封済みのレギュラーカード見ていきます。安心安全の開封組。うん、こちらは3000セット限定となっております。そうなの。うん、シリアル、シリアルナンバー入りです。ガースーのうちらだけや、そんなに。ガースーのルーキー、菅野選手のことです。あ、推しメン富士、富士。はい、うん、大谷さん。大谷東浜、東浜、浜、うん、浜、武田。これはルーキーじゃないな、武田。2012年のルーキーだったかな。うん、サブセットやな。フジーとクイーンのプリンスで、大谷さん2枚目。うん、同じ高校の先輩後輩。うん、そうね、菊池と。うん、大谷さんと菊池雄星。はい、こちらがそのレギュラーカード2枚ですね。表裏。うん、アイコンズに封入されているレギュラーカードはこの2枚です。はい、そしてパラレルのホロ白サインが20枚限定、金白が50枚限定となっております。うん、昔これな、ファーストナンバー持っとったの、両方とも。両方持っとったん。うん、売ってしまったけどな。最悪、両方とも最悪。持っときゃよかった。ほんまや。ということで、富士です。藤波コレクション第2弾かっこよ。安定の富士。そして大カットは3種類。青が20、赤が40、金が90枚限定です。はい、こちらは持ってますよ。はい、現物はこちら。おう、かっこいい。ちゃんと持っとったよね。うん。94って何？94年生まれ？そうなの？知らんけど。知らんのかよ。これ藤波のジャージナンバーな。藤波。いや、これな、ほんで大谷のジャージナンバーも持っとったよ。大谷は手放した。うん。ふざけるなよ。数千円でこうってな、3万ぐらいになった時に売ったんよ。それが今10倍ぐらいになって30万ぐらいになっとるな。持っとけよかった。いや、一応持っとるよ。はい、そしてこちらが大谷選手の初直筆サインカードになります。お、シンプル。10枚限定。持っとったっけね。うーん。持ってなかったことにしたい。昔はな、10万以下で買いよったんだけどな。もう二度と手に入りません。もう100万超えるよ、これ。すげえな。もう絶対買えんわ。さあ集めようってどの口が言って。皆さん頑張って集めてください。さあ集めよう。さあ集めよう。さあ行こう。未開封に入っとるかもしれない。開けるか。多分違う選手の金白サインとか入っとって死ぬ。開けんかったらよかったって。そんな未来が見えるわ。うん、以上アイコンズの紹介でした。次回はまあ何個か開封を挟んでファーストバージョンの紹介しようかな。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらまたご覧ください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。